眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生を招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日はもうね、なんかこう、ものすごくこう、太陽フレアが強いじゃない？そうですね。もういろいろ聞きたいことある。はい、まず強いかどうかも知りたいし。はい。どうしたんですか？喋り方がちょっといつもと様子が違う。いやね、これ安眠じゃないですか。はい。だから、安眠チャンネルっていうのはね、はい、世界でもいろいろ数多くある中でいろいろ私研究してるんです、うんうんうん。で、本当にどうでもいい感じの話し方をして、たわいもない話をするっていうことと、うんうん、あとはやっぱりね、今、最近ちょっと気になってるね、時事的な問題、うんうんうん、まあ今だったら太陽フレアだったりとかするんですけれど、はいはいはい、うん、ようやく今太陽フレアについて皆さんがちょっとこう興味持ち始めたじゃないですか、はいはい、なんだとこれはって言ってね、 X レベルの太陽フレアって言ってメディアが騒ぎ始めたのっていうのはこの10月10日は初めてなんですよ。あ、そうなんだ。うん。それまでの太陽フレアって別になんかもう太陽フレアって言うともうみんなこういきなりミュートして、うん、あ、うん、へーみたいな感じだったけど、うん、いよいよ、うん、普通の都市伝説とか全く興味がない人も、うん、ようやくこの太陽フレアみたいな。なんかニュースで言うようになりましたよね。そうなんです、うん。で、そんな話をね、ちょっと都市伝説っぽく今風に話しそう思うんだったらみんなミュートしちゃうんで、うんうんうん、ちょっと、それとなくこう、優しい感じで言ってみようかなっていうことです。いわゆるこれアイディアですよ。なるほど、うん。そういうことですか。うん、なんか、あれでしょ、太陽フレアに関して。まあ、太陽フレア、太陽フレア、太陽フレでしょ。あ、いや、もう、いや、ごめんなさい。我々もうね、太陽フレアっていうのね、もう言い過ぎちゃって、もう、タイフレって略しちゃって。タイフレ業界用語でタイフレって。わかりづらくないですか、ちょっとタイフレって。そうですか？いや、もう普通、普通です。今もう何でもね、タイパとかさ、全部略、こう短くするんですよ。あ、タイフレでしょつってか。うん、まあ、タイフレです。タイフレね。はい、うん。そう、タイフレ、太陽フレア、太陽フレア、トーク好きフレンズ。っていうのを略してタイフレって言うんです。太陽フレアトーク好きフレンズ。もう太陽フレアの話大好きなグループが。フレはフレンズにかかってるフレア。あ、そうです、そうです。そうなんだ。あ、フレアだと思った？あ、違う違う違う、フレンズ。あ、そうだった、うんうん。そうです。うん。なんか、その、言ってます、うん、茶飲み友達さんがコメントで書いてくれてますよ。うん、太陽フレア大好き堀田先生、うん。本当はセットで全部彗星が影響してると思います。先生も調べてみてほしいです。世界は複雑ですって書いてあります。彗星とか関係あるんですか？あのね、彗星も関係あります。で、彗星はね、本当やっぱ接近したりとかするたびにね、地球も影響があるかないかって言ったら、うん、実はあるんですよ。そうなんだ。ところが、うんうん、磁気バリアっていうのがあると、うんうん、要はね、こう隕石、彗星、そういったものが接近したり、星回りって、それは全部磁気バリアが守ってくれるんですけど、うん、今、ポールシフトが関係して、磁気バリアがね、若干弱くなってるんですよ。うん、この磁気バリアが、うん、かなりね、しっかり安定してるタイミングと、今ちょっとこう、緩んでるタイミングって、うん、そういう、外からのね、そういうこう、彗星が接近するって言った時に、ものすごい地球は影響されちゃうんですね。うん。うん、まあ、だからそんなんで、彗星が接近すると、やっぱり地殻変動とか、そういったものも影響あります。で、太陽フレアなんかも、磁気バリアがなくなった状態で、太陽フレアがもろにこう、降り注ぐっていう状態は、これ決して人類にとっての良くないことなんですよね。うん、そういうことなんだ。そうなんですよ。結構関係あるんですね。関係ありますな。茶飲み友達さん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、じゃあ、ついでですから、ちょっと他のいただいたコメントを。ああ、いや、コメントいただいて、もうありがたいですね。質問いただいてるんですよ。タイムフレアと全く関係ない話になっちゃうんですけど、大丈夫ですかね。はい。さちゃんさん、うんうんうん。趣味はマクロを集めることです。うん、今使ってるのは至福の眠りという枕です。堀田先生の枕はどんな枕ですか？横寝をする人にいい枕はありますか？ですって。ああ、横寝をする場合と、上を向いてある場合、はい、私もね、本当、まあ、
真面目な話していいですか？真面目な話でいいんじゃないですか？もうちょっと私は安眠研究家ですから、はい、もうこの手の話はもう、これが一番本業なんで、はいはいはい、この話はちょっとつまんなくなっちゃっていいですか？いや、大丈夫です。もともとつまらない話歌ってますから、このチャンネル。あのね、はい、あのね、横寝とね、上を向く、枕はね、うん、変えた方がいいです。そうなんだ。変えた方がいい。はっきり言います。うん。なんでですか？あ、それはね、まずね、うん、まず、首なんですよ。枕をね、うん、頭に当てる人、多分そういう頭に当てるもんだって思ってる人多いと思うんですけど、うん、枕は頭に当てるものじゃないんですよ。うん、首を持ち上げるもんなんですよ。うん、へぇー。うん、あ、そうなの？今ね、どうしても現代人ってストレートネックが多いでしょ。うん、だから首がね、ものすごくこう、なんていうのかな、平坦になっちゃって、こう背中から後頭部にかけて、まっすぐになっちゃってるんです。うん、まあ、携帯を見たりパソコンやったりとかするとき、日常的にもやっぱこう下向いてるから、うん、それを寝るときにこうやってやると、ここがね、伸びちゃうんです。本当は人間の体ってね、横から見ると、ここがね、グイってここ曲がってないといけないんですね。へー、うん、で、それを寝てる間に、やっぱり枕が補正させるっていうのが一番いいんです。へぇー。だから空気口なんかも、こう、うん、まあ、ストレートネックの人っていうのはね、空気口がね、狭まっちゃってるから、いびきが動く。他寝れなくなっちゃう。そうなんだ。だそれをちゃんと元に戻してあげるっていうためには、うん、きちんとした、こう、首にね、ちゃんと首の補正するような首当て枕が絶対必要なんですよ。うん、そうなんだ。ところが、それを正面向いてる時に当てるのはいいんです。うんうんうん、横を向いた時はまた違うんですよ。そうなんだ。横を向いた時に何が起きるかって言ったら、うん、どうしたって肩の方が背が高いでしょ、うんうんうん、そうすると首が肩から落っこちる感じになるんです。はいはいはい、ずれるんですよ。はいはい、うんうんうん、だから今度横向いた時は、うん、首をね、上げてあげるっていうことが必要なんです。横向き枕っていうのはもうもっとね、こう高くないといけないです。おー、うん、そういうことか。そうなんです。だから、なんつったって、寝返り打ちますでしょ？はい。だから、本当はね、私、安眠研究、私がね、開発した枕っていうのは、ちょうどね、ここにレールが引いてあるんですよね。どういうこと？こうレールが、こうやってレールが引いてあって、こうやって湾曲してるレールがあって、横を寝返り打った時に、こっちの横向き枕がグッとこうやって、ね、出てくるようになって。これで、こっち向いた時にこうやってレールがグイってこうなって、横向きようになってくる。で、正面向いた時はまた、このレールが中央になって、程よい正面用の首当て枕に変わるって。それを開発したんですよ。そうなんだ。そうなんです。ただね、ちょっとね、うん、そのレールに髪の毛がこうやってね、こう、引っかかって。うん。それでね、ちょっと寝てる間髪の毛すごい抜けるんですよね。そうなんだ。抜けそうですね、確かに。そうでしょ？引っかかっちゃって。うん。うん、そんなんでちょっとね、もうここは開発し直しを今してる最中なんですよ。すごい。はい。だからちょっとそれがね、出来上がった暁にはちょっとね、全国の百貨店で販売させていただこうと思ってますので、まあ、ぜひよろしくお願いいたします。もう、すごい。嘘満載ですね。いやいやいや、そんな悲しそうな顔しないでください。いや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 、嘘じゃないですよ。そうなんだ、うん、百貨店で、うんうん。大丈夫ですか、そういうこと言っちゃって。本当に探す人いるかもしれないですよ。すいません、百貨店行ってすいません。あ、いやいやいや、枕探してるんですけど。ごめんなさい、だから今ね、今はまだ売ってないんですよ。ちょっとそのね、髪の毛がね、坊主の人、は大丈夫、それ使えるんですけど、髪の毛長い人、特に女性の方なんかね、髪の毛こう、うん、中にこれ引いちゃうのね、こうやって引っ張られちゃって、うんうんうん、それで朝起きた時はもうね、歯が取れないんですよ、そのレール付きの枕から頭が離れないんですよ。めちゃくちゃ不便なんです、うん、痛いし。そう、そうなんだ。そうなんです。ちなみに私使ってるのは羊のいらない枕っていうの、なんか売ってて。うんうん。で、うわ、なんかこれ良さそうだなと思って、とりあえず買ってみようかなと思って買っちゃったんですよ。ああ、そうです。で、それで結構ね、うんうん、上向きでも横向きでも、なんて言ったらいいんだろう。首の部分がちょっと出っ張ってるんで、うんうん、なんかね、上向きでも横向きでも首が安定して支えてもらえる感じで、うんうんうん、で、良かったですよ。うーん。うん、
そんでなんかね、歌い文句があって、うんうん、宣伝文句があってね、うんうん、3秒で寝れるって書いてあったんですよ。いや、3秒はないでしょ、それは。いくらなんだって、3秒って、3分ならわかるけど。山崎さんだったら3秒で寝れそうですけど、いや、さすがに、いや、無理でしょう、と思って。で、実際試してみたら、ほんと3秒で寝れました。ね、はい。そうだと思います。そうですか。でした。うん、はい。続いてですね、ゆのゆのさん、一分雑談面白いです。あ、これ過去のやつですね。またやってくださいです。あ、なるほど、ね。今日はできないです、うん。リクエストなんですけど、堀田先生と山崎さんのこれまでこんなことで喧嘩したとか、あんな話、こんな話とか聞きたいって書いてあります。え？ああ、僕と山崎さんが喧嘩した？はい。はい、ってことじゃないですか、多分。ああ、まあ言い合いはね、しょっちゅうありますけど、あのね、一番覚えてるのは高校生の時、これ散々山崎さんにね、うん、訴えるんですけど、はい、あれですよ、やっぱり、吹奏楽だったんですね、我々二人ね。部活でね。部活でね。で、先輩の、ほら、なんだっけ、卒業式の時に、卒業するからって言って先輩に、感謝の気持ちを込めて、はい、お弁当作ってくるって言って、うんはあはあ、で僕はそれだけはできないって言ったんですよ。はいはい。それだけできないって言って。でそんなことをね、うん、まず私は作れないって言ったら、親に作ってもらいなさいって言うから、うんうんうん、いやいや、うちの親はもう本当にね、病気でね、つって、うんうん、病気でもう、寝たきりなんですよって言って。うん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 、お弁当は作れないよって言って。うんうん、で僕はね、それを後輩がやるよりも、もうそんなの買ったらいいじゃねえかって言ったのね。わかるよ、気持ちが。気持ちの問題だから。でもそれを親に作らせたら意味ないし。うんうん、って言ってる時に、山崎さんがね、はい、横から、いや、うちの親がじゃあホッタの分作ってくるからって言ったんですよ。うんうんうん、したら僕はね、うん、それで、いや、ちょっと待って、意味ねえじゃねえかよって言って、怒ったんです。それで山崎さんと喧嘩になったことあります、うん。そうですね。その時はもう私も好意でもって言ったわけですけどね。今となれば、で、好意な。それか、逆好意だなっていう。逆好意だし、僕が言いたいこと意味にじゃねえかよって。そんなの。うん。そっかそっか。っていう。そんなことありましたね。ありました、ありました。あと、あんな話、こんな話ってどんな話ですかね。まあ、それはいいか。あ、じゃあ次、おじゅさん。うんうん。堀田先生、山崎さん。学生の頃にアルバイトしてましたか？どんなバイトだったか興味津々ということです。あ、山崎さん。私は、学生の頃は、あそこで働いてましたね。私たちがよく行くコスモス。ああ、してましたね。レストランコスモス。うん、でその後はコンビニで働いてましたね。うん。コンビニはわかりますよ。うんうん、よくレストランで働けますね。なんでですか？いや、大変じゃないですか。なんか人が食べたものとか片付けたりとか、なんかこうメニュー言われて覚えたりとか。まあ、水回り系とかよくやるなと思って。ああ、まあ確かにそうか。楽しかったですけどね、友達来て。ね、うん。まあそうですか。まあでもね、そうだね。そう、みんな偉いなと思って、よくほら、飲み屋とかのバイトとかもすぐ偉いなと思ってるんですよ。あ、飲み屋さんもやったな、うん。うん。レストランの厨房もやりましたよ。ね、偉いね。すごい。偉くないですけどね。うん。でも一番長かったのはコンビニの夜勤だな。あ、コンビニはね、うん、うん、楽しかったですよ、ね。はい。うん。なんか、オリジナルの商品売ったりしてましたよね。勝手に。そうそうそう。揚げまんとかね。なんかいろいろ作ってて、ねうんね。で、怒られてましたね。そうです、そうです。オーナーさんに。うん、なんだっけ、磯辺巻き。うん。磯辺巻きとかね。そんなメニューローソンにないのにね。うん。あれ、どうした、会計どうしてたんですか、あれ。いやー、どうだったんでしょうか。勝手に売って勝手にポケットマネーにしてたじゃないですか、わかんないけど。ええー、それ、まずいんじゃないですか、それは。それはしないか、さすがに。
あれどうやって売り上げ立てたのかな、うんうん、夜中にあのお客さんが来ると出てくるのめんどくさくてね。で、次に出てくるのどっちが出てくるかっていうのをよく夜勤で一緒に入った相方とトランプで決めたりしてました。ああ、ルーレットとかね、はいはい、やってましたよね、はい、うんうん、懐かしいな。続いてユーチャーンさん、うんうん、これ質問ですね。太陽フレアや高高度核爆発などで発生する電磁パルスにより電子機器が壊れてしまわないようにファラデーケージやファラデーバッグを用意して太陽光発電&蓄電システム、ラジオ、LED ランタン、予備のタブレットなどを保護して万が一に備えた方がいいと言ってる方がいらっしゃいますが、先生方は何か対策されてますでしょうか。何言ってんすかね、この人。ファラデーケージをまず知らないとまずいか。ちょっと調べますね。うん、ファラデーケージとは、胴体でできた器やカゴのこと、外部の電界を遮断する働きがある。ファラデーケージが外部電界を遮断できるのは、外部電界を打ち消すように内部の電荷が再配置されるため。ファラデーケージは、電磁波の遮断や静電気の精密測定などにも応用される。もう途中何言ってんだって思いましたけど、要は、守ってくれるのね。そういうものから。すご。いや、私たち、先生なんか対策してます？そういう。いや、しないとね、大切なデータとかね、写真とかそういったのなくなっちゃうの嫌だな。何これ、売ってんの？ファラデーケージって。あ、売ってますね。アマゾンで。すご。結構高いですね、しかも。本当だ。私たちが今見てるの2万3千円だって。いや、ちゃんとしてる人はちゃんとして、これ買ってんだ、これやってんだね、これ。本当だね。すごいな。へぇ。すいません、ちょっと、ゆうちゃんさんごめんなさい。全然勉強不足で、ファラデーケージとかファラデーバッグ知らなかったんですけど、めっちゃ勉強になりました、おかげで。ね。LED ランタンいらないですよ。普通のランタンがあればいいですもんね。燃料のね、うんうん。でも確かに発電システムとか蓄電システムそうやって、でも結局使うとき出すわけだもんね。うん、発電するときにね、うん。ファラデーケージにそのしまったまま発電はできないですからね。うんうん、あとそのときにはラジオ放送なんかも当然使えないでしょうしね。そうですね。うん、いやだけどね、ちょっと私気になるのはね、うん、要はいくら保護してもそれをね、うん、いつじゃ使えるようになるのかっていう、うんうん、それ本当に怖くて、場合によっては 2,3 年ずっと使えない、うん、またそれを使おうと思ってそのファラデーケージから出して使おうと思った時にやられちゃうっていう、うん、あ、確かに確かに、もう結局ね、保護しました、でもそれを使えませんっていう状態が、うん、太陽フレアの恐ろしいとこじゃないかな。ああ、確かに、うん、私は思ってるんですよね。だからね、もうそこを考えるとね、正直私は対策なしです。なるほどね。はい。もうアナログというものに徹するしかない。うん、一番私気になるのは、うんうん、トイレ、うん、それと、うん、お水。うんうんうん、入るところと出るところ、これが一番、うん、今の現代人にとって一番困るところじゃないですかね。確かに、うん、まあ、生き抜くことが大事ですもんね、通信とかよりもね、うん、いやでもいろんなあのコメント質問ありがとうございました。ありがとうございます。これからまたよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ先生今日もありがとうございました。いや、とんでもないです、すいませんでした。じゃあおやすみなさい。はい、おやすみなさい。